高山俊は、千葉県船橋市出身のプロ野球選手、宇藤左田。阪神タイガース所属、東京六大学野球通算最多安打のリーグ、記録保持者。長野県内で出生した後に、船橋市出身で、大手証券会社に勤務するジップの転勤に伴って、和歌山県、東京都など、複数の都県に居住。小学1年生の時に、ジップが、 船橋市内に自宅を新築したため、和歌山県から同市へ転入した。船橋市立飯山湾小学校1年生の時に、ジップとのキャッチボールを地元の少年野球チーム、ホワイトビーストロングのコーチが見たことをきっかけに、同チームにスカウト。ホワイトビーストロングで本格的に野球を始めると、6年生の時に遊撃手、投手、 保守をこなしながら全国学童大会に出場した。さらに、近藤健介、船越良太らと共に、千葉ロッテマリーンズジュニアチームのメンバーへ、選出、12球団ジュニアトーナメント準優勝を経験した。船橋市立奈良林中学校への進学後は、遊撃手や投手として、船橋中央シニアでプレー。在学中には、千葉県内の陸上競技大会200メートル走で4位に。 入った。高校時代日大第三高校への進学後は、一年生時の秋に一番の抑止として、レギュラーに定着すると、東京都大会で打率、435を記録。チームの都大会ベスト4入りに貢献した。2年春の選抜大会では、準優勝。チームが優勝した2年や秋の都大会では、打率、432、4本類だ。 13打点という好成績を挙げた。3年時には春夏ともに甲子園球場の全国大会に出場。春の選抜大会で通算打率529を記録すると5番打者を任された夏の選手権大会では通算打率500でチームを優勝に導いた。3年秋には山口国体でも優勝を経験。在学中には 通算で32本塁打を記録した。大学時代、明治大学への進学後は、1年次から右翼、中堅のレギュラーを確保し、3番打者へ起用。東京6大学野球では、春季リーグ戦で20安打を放った末に、打率417でベストナインに選ばれた。2年次には、チームの春秋リーグ戦優勝に貢献。期には、 通算13安打で打率295ながら自身2度目のベスト9に選ばれた。大学4年の時には2015年夏季ユニバーシアード野球日本代表に選出。東京6大学の秋季リーグ戦では大学の先輩高田修芸が1967年に樹立した通算最多安打のリーグ記録に並ぶと記録を131安打にまで更新した。 在学中には、リーグ戦通算で102試合に出場。404打数131アンダー、打率、324、8本類打、45打点、18盗塁という、成績を残し、ベストナインも6回受賞している。また、卒業学部である、文学部の2017年度版パンフレットの表紙に、私服姿で登場している。 2015年の NPB ドラフト会議では、阪神タイガースと東京ヤクルトスワローズから一巡目で指名され、抽選の末に、阪神が交渉権を獲得した。抽選の際には、ヤクルトの一軍監督の真中光が、外れくじを当たりくじと誤認したままガッツポーズを披露。真中は、阪神の一軍監督である、金本智明がくじを開く前にガッツポーズを見せ、 金本もくじの結果を確認しなかったため、会議を運営する NPB の事務局が抽選結果を一時誤って発表した。結局、事務局は金本が当たりくじを引いたことを確認した上で抽選結果を訂正。また、同会議で阪神は大学でのチーム名と坂本聖志郎を二巡目で指名した。なお、この会議の直前に慶応義塾大学との東京を 大学野球春季リーグ戦の打席でファウルを打った際に右手首を故障。同月21日に右手有効骨の骨折が判明したため、会期直後の26日に手術を受けた。手術後には契約金1億円プラス出来高払い5000万円、年俸1500万円という条件で入団した。背番号は同年までマットマートンが着用していた球。二千十六年、 前述した手術の影響で春季キャンプ鬼軍で迎えた。2月25日に一軍へ合流すると、同日の練習試合で金本から高い評価を受け、その後もプロの投手になれることを最優先に起用するという金本の方針でオープン戦14試合に出場。スタメン起用の全13試合でアンダーを打ち、規定打席以上に達した打者では8番目に高い打率。 327を記録した。3月25日の中日ドラゴンズ戦で一番左翼手としてデビュー。阪神の新人選手が開幕戦に一番打者としてのスタメン起用は中村勝弘以来44年ぶりで1回裏の第1打席で大野雄大から左前安打を記録した。阪神の新人選手としては鳥谷隆史以来の開幕戦安打で 新人選手による開幕戦でのプロ初打席初安打は球団史上初めてであった。3月26日の開幕第2戦にプロ初の二塁打でプロ初打点を記録すると開幕にカード目に当たる東京ヤクルトスワローズとの3連戦の初戦で阪神の新人選手としては初めての開幕4試合連続安打を達成。一番打者として臨んだ3月31日の 第3戦では、カイルデビーズが1回表に投じた初級で、プロ初本塁打を記録した。オールスターゲームのファン投票では、セントラルリーグがアイアッシュ部門の3位にランクイン。この年の新人選手では唯一、阪神の新人選手では、くじてるよし以来24年ぶりのファン投票選出を果たすと、全2試合に出場した。六番、右翼手として、スタメンに起用された月日の、 1> 第1戦では、5回表の第2打席で遊撃へ、初安打を打つと、盗塁も記録している。序盤戦以降は一時、スタメンを外れる試合が続いたり、1軍に席を置きながら2軍で、ウエスタンリーグ公式戦に出場したりするほどの、打撃不振に見舞われたが、3番、左翼手として、スタメンに起用された8月23日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で、3安打を打って、 シーズン11度目の猛打賞を記録。坪井が保持していた猛打賞の球団新人シーズン最多記録に並び、8月24日の同カードでは3本の二塁打で12度目の猛打賞を達成。阪神の新人選手では赤星の利弘以来の2試合連続猛打賞により、前述の球団記録を更新した。8月30日の対中日戦第3打席で、 阪神の新人選手としては赤星以来15年ぶりにレギュラーシーズンの規定打席へ到達。9月30日の対読売ジャイアンツ戦9回裏の打席では沢村拓一からシーズン136本目の安打を打ち、坪井が保持していた公式戦シーズン通算安打の球団新人記録を更新した。公式戦には134試合の出場で打率。 275、27 136安打、8本塁打、65打点を記録。猛打賞は通算13回で長島修雄による新人選手としての NPB 記録に次ぐ2位を記録した。シーズン終了後にはセリーグの新人王に選出。阪神の選手では上園博以来9年ぶり、野手では赤星以来15年ぶりの選出で投票総数の 約8割を集めた。その一方で、セリーグの外野手で最も多い6失策を記録。打球へのチャージやスローイングで課題を露呈した。2017年、オープン戦で12球団最多タイの4本塁打を記録。オープン戦の終盤には、打線の強化を図る金本の構造に沿って、主に2番打者に起用されていた。 3月31日には、広島東洋カープとの開幕戦に、1番、左翼手として、スタメンで出場すると、クリス・ジョンソンが投じた初級で、内野安打を記録した。入団1年目から2年連続で開幕戦の1番打者として、第1打席にレギュラーシーズンの初安打を打った事例は、NPB では高山が初めてであった。以降の公式戦では、一時3番打者を任されていたが、 公主とも精裁を欠くプレーが続出。6月6日の対オリックスバファローズ戦から中堅守へ転校すると中谷正宏らと併用された。しかし以降も嘆き不振が続き8月18日にプロ入り後初めて出場選手登録を抹消。9月25日から一軍に復帰すると9月29日の対 DNA 戦7回表に プロ入り後初めての代打本塁打を打った。レギュラーシーズン全体では公式戦103試合へ出場。打率、本塁打、打点とも前年を下回り、通算に失策ながら外野守備で記録に現れないミスも見られ、シーズン終了後の契約交渉では推定年俸3800万円という条件で契約を公開した。二千十八年、入団一年目から三年連続で、 レギュラーシーズンの一軍開幕戦に一番打者として、スタメンで起用された。序盤戦では俊介などと併用されたが、極度の打撃不振に見舞われ、一軍と二軍を三度にわたって往復。一軍公式戦全体では45試合の出場で、打率、172、1本塁打、14打点と、プロ入り5最低の成績でシーズンを終えた。2019年、 レギュラーシーズンの開幕から一軍に帯同したが、福留光介、糸井義雄に加えて、新人の近本浩二が、外野のレギュラーに抜擢されたため、入団後初めて開幕戦でのベンチスタートとなった。開幕にカード目からの二軍調整により、ウエスタンリーグの公式戦で四番打者を任される、ほどにまで復調したが、4月下旬の一軍復帰後も、代打での起用が続いた。 5月29日の対巨人戦では、4から4で迎えた延長12回裏一四万塁の場面で大打で登場。池田春からサヨナラ万塁本塁打を打ち、前年から甲子園球場の対巨人戦で続いていたチームの連敗を10で止めた。阪神と巨人の直接対決による公式戦が大打サヨナラ万塁本塁打で決着した事例は、 この試合での高山の一打が初めてで、シーズン終了後には、この一打がスカパー。ドラマティック、サヨナラ賞セリーグ部門の年間大賞に選ばれた。6月2日の対広島戦で21試合ぶりに、スタメンへ起用されると、2年ぶりの猛打賞を記録。この直後のセパ交流戦で、福留が戦線を離脱してからは、福留に代わる、左翼手として、 スタメン出場の機会を再び増やした。7月27日の対巨人戦では、7回裏から右翼の守備につくと延長10回裏一死一二塁で、住谷銀人狼が打った大飛球を全身守備の体勢から配送しながらダイビングキャッチ。このビュッグプレイでサヨナラ負けのピンチを脱したチームは、11回表に1点を勝ち越すとそのまま勝利した。 レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦1 0 5試合の出場で、打率269、5本類が29打点を記録した。チームのシーズン3位で迎えた、クライマックスシリーズでも、DNA とのファーストステージと、巨人とのファイナルステージの内第4戦を除く3試合に、出場した。2020年は、開幕一軍入りはしたものの、2年連続で、 開幕スタメンを外れた。その後も極度の打撃不振で復調することもなく、プロ入り最小の42試合出場にとどまり、成績も打率、152、3打点、0本塁打とどれも自己アーストとなった。2021年はキャンプ中の実戦11試合で、打率、429を記録し、2年連続で春季キャンプ MVP に選ばれ好調な出だしを見せるも、 3月2日からのオープン戦は10試合で打率。118と結果を残せず、プロイル初の開幕に軍スタートとなった。50メートル走を5秒8で走る瞬速の持ち主。野球を始めた頃は右打ちだったが、小学3年生の時にその脚力を見込んだホワイトビーストロングのコーチからの勧めで左打ちに転校した。打席に入る時には、 一郎のようにバットを立ててから構えに入っている。アベレージヒッターでありながら、スイングスピードは最速で時速161キロメートルを計測した。甲子園球場では日大参考時代に出場した全国大会から阪神1年目のオープン戦まで16試合連続で安打を打っている。坪井智也からはインコースのボールをレフト方向にファウルにする技術を評価され、 僕より、はるかに素晴らしい技術を持っている。僕の記録なんかさっさと抜いて欲しいですね、と語っている。ジップが、転勤や単身赴任を繰り返していることから、少年時代には、父親代わりを辞任する実母に厳しくしつけられた。その影響で、周囲からは、硬派でクールなイメージを持たれているという。しかし、阪神への入団を機に、球団独身寮のトラフへ入寮した際には、 地元、船橋市の非公式キャラクターであるフナッシーのぬいぐるみを持参。この報道をきっかけに、フナッシーから L を送られた。阪神球団では、高山の入団1年目に、オープン戦の期間中から、個人グッズを順次発売している。同球団で、新人選手の個人グッズを公式戦での、開幕前から発売した事例は、2013年の藤並慎太郎以来3年ぶりである。 ありがとうございます。